サッカー J3 のアスルクラノ沼津が来月から始まるシーズンに向けた決起集会を沼津市で開きました。中山雅史、今日の決起集会はチームのスポンサーで多くの買い物客などが集まるララポート沼津で開かれ、中山雅史選手や伊藤輝義選手などの全選手が集まりました。選手を代表して徳武正幸キャプテンが会場に詰めかけた1000人のサポーターに今シーズンの意気込みを話しました。一つ一つ勝利をつかむために必死に全力で戦っていきたいと思います。J3 リーグアスルクラロ沼津の開幕戦は来月8日の日曜日、ホーム足高広域公園多目的競技場で鹿児島ユナイテッド FC と対戦します。